岡本真也は、京都府竹野阿網野町出身の元プロ野球選手、宇藤右内。現役時代は中日ドラゴンズ埼玉西武ライオンズ LG ツインズ東北楽天ゴールデンイーグルスに在籍していた。2009年は、岡本真也。2010年2011年は、岡本誠あるの登録名を使用した。現役引退後は、宮城県仙台市に構えるうどん、持つ、 鍋屋の店主を務めている。京都府立峰山高等学校出身で、田中俊明と同期であった。卒業後は、社会人野球の佐藤工務店に入社するが、その後チームの配部、キュー部などが続き、安倍企業、ヤオハンジャパンアムウェイレッドソックスと社会人時代だけで、いくつものチームを転々とした後、ヤマハで活躍した。ヤオハンジャパン時代には、 都市対抗野球に出場しており、同社の配布時にはすでに同県の強豪、ヤマハから誘いがあったが、チームメイトとのプレーを選んで、クラブチームで再出発したアムウェイレッドソックスに1年、在籍した後に結局9部となり移籍した。2000年度ドラフト会議にて、中日ドラゴンズから4巡目指名を受けて入団。2001年は3試合に登板したが失点はなかった。 2002年は7試合に登板したが打ち込まれた。2003年6月8日の広島東洋カープ戦では、プロ入り初先発すると6回無失点で勝利投手となり、これがプロ入り初勝利となった。9月16日の読売ジャイアンツ戦では先発して3勝目を上げた。この試合では、チームは19点を上げ対象した。この年は中継ぎだけでなく、 先発で12試合投げた結果、40試合で4勝6敗、防御率3.34の成績を残した。また、投球回数は97回だったが、翌年以降はリリーフ専門となったため、これがプロでのシーズン最多投球回数である。2004年から完全にリリーフに専念する。中継ぎ右腕として、自己最高の十三試合に登板し、防御率点零三。 9勝4敗の成績を上げて、オールスターゲーム初出場、さらに最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した。この年からクローザーを任された岩瀬人則と共に、中日中継人の AS としての地位を確立した。西武との日本シリーズでは5試合に登板したが、3試合目の登板となった第3戦では6回から登板して、この回は無得点に抑えたが、 7回に2点リードを追いつかれると、なおも一死満塁のピンチで、アレックス・カブレラに逆転満塁本塁打を打たれ、負け投手となった。チームは50年ぶりの日本一を逃した。2005年は前半戦だけで、リリーフとして10勝をマークした。背筋痛で後半に離脱したが、それでも57試合に登板して、防御率3.14と活躍した。2006年も、 中継ぎとして活躍するが、二段モーションからのホームチェンジに苦労したこともあって、安定した状態がなかなか長続きせず、不安定な投球から打ち込まれて、系統失敗となる場面がたびたび見られた。交流戦では活躍したが、同リーグとの対戦では、防御率4点台とさえなかった。また、北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズでは、第二戦で一点ビハインドの八回に、 フェルナンドセギノールに試合を決める2ラン本塁打を打たれた。結局この1試合だけの登板に終わり、日本一を逃した。2007年は新しいフォームにも馴染んだのか、前半では防御率0点台で推移する驚異的なピッチングも見られた。後半は疲れからか打たれる場面もままあったが、シーズンを通しては安定したピッチングで、 先発陣が決して好調とは言えなかったこの年のチームを支え、チームの勝利の方程式の一角を引き続きになった。3年ぶりに60試合以上に登板して、防御率2点台、リーグ3位で自己最多の 38HP を記録、チームのリーグ2位からのクライマックスシリーズ制覇、日本一、アジアシリーズ制覇に貢献した。CS び日本ハムとの日本シリーズでは、 計5試合に登板し、いずれも無失点に抑える活躍だった。アジアシリーズにおいては、SKY バーンズとの決勝戦で8回裏に、同点ホームランを浴びてしまい、これが、中日での最後のマウンドとなった。2008年1月、FA で移籍してきた、和田和弘の人的保障として埼玉西部ライオンズへ移籍。移籍後は、西部の弱点でもあった中継ぎとしての役割を、 与えられ、5月の中旬頃までは、防御率が1点台と評判通りの活躍を果たし、北京オリンピック野球日本代表の第一次、候補選手に選出された。しかし、シーズン後半は、山崎武史、アレックス・カブレラに、本塁打を打たれるなどと、大事な場面で打ち込まれるケースが目立ち、防御率が一時4点台へと悪化、そのために軍落ちも経験した。 前年ほどの安定した投球内容ではなく5年連続50試合以上の投板とはならなかったが6年連続となる40試合投板を達成し最終的にチーム2位の18ホールドを上げて西部のリーグ優勝に貢献した日本ハムとのクライマックスシリーズ第2ステージでは3試合に投板してすべて無失点に抑え CS 初優勝を決め日本シリーズ進出に貢献 巨人との日本シリーズでは、第2戦の9回から登板。最初の打者、小笠原道博は打ち取ったが4番のアレックス・ラミレスにサヨナラ本塁打を打たれて、敗戦投手となった。岡本の日本シリーズ登板は、この1試合しかなかったが、日本一、アジアシリーズ制覇に貢献した。これにより、 岡本にとっては所属した球団をまたいで2年連続で日本一とアジア一に貢献した。2009年2月4日に登録名を岡本信也へ変更。このシーズンは打ち込まれるケースが目立ち、6月27日に2軍落ちした。その後は一度も1軍へ上がることがなく2003年の1軍定着後最低となる22試合の登板に終わり、10月2日に。 球団から戦力外通告を受けた。本人は現役続行を希望し、11月22球団合同トライアウトを受けたがオファーがなく、同月にフルス中日時代に投資コーチを務めていた高橋三千条の勧めもあり、高橋がコーチを務める韓国、LG ツインズの入団テストを受ける。2010年1月4日に正式契約。背番号は56に決定し、 登録名も岡本誠あるに変更した。シーズン開幕当初はリリーフとして起用され、3月27日のサムスン・ライオンズとの開幕戦で韓国初セーブ、4月3日の対ネクセン・ヒーローズ戦で韓国初勝利をそれぞれ記録した。7月までは抑えとして起用され16セーブを記録したが、夏場から登番機会が減り、結局この年限りで対談。 11月19日に、中日時代の恩師である、星野千一が東北楽天ゴールデンイーグルスの監督に就任したことで、楽天の入団テストを受けて合格し、日本球界復帰を果たす。背番号は61に決定。しかし、青山康二、中日時代の後輩、小山新一郎ら数年前から活躍している、リリーフ陣に割って入ることができず一軍登板なしに終わった。 二軍では24試合に登板したものの防御率は4.01と不調に終わり、10月9日に2度目の戦力外通告を受け、12月2日に自由、契約公示された。2011年限りで現役を引退することとなり、2012年1月21日に LG 在籍時に交流のあった。 韓国プロ野球関連の業務を手掛ける室井正也の主催で YMCA アジア青少年センターで引退セレモニーを兼ねたトークライブイベントを実施した。2012年7月に仙台市青葉区国分町で持つ鍋とうどんの飲食店うどん持つ鍋なり間を開業した。客の6から8割は野球ファンであるといい、手が空いていたら野球のテレビ中継のプレーの解説を するなどして、客を楽しませているという。岡本深夜に関するカテゴリー。岡本誠あるに関するカテゴリー。ありがとうございます。